こんばんは。やっほー、みんな。ショールームの出身も変わってた？ギフトありがとう。さあ今日さ、お風呂上がりでさ、すごい寝てたのね今日ほんまに。だからなんか、お目目がパンパンでちょっとメガネでごまかしてる顔を。そうなのよ。よし。今日めっちゃ SNS 更新したさっきだからバババってしちゃって申し訳ないけど、やってみた。あ、新章のさ投稿も見てくれたん？ありがとう。こんばんは。今日はねめっちゃ寝てたね久しぶりのオフ、お休みで。もうね、夕方までずっと寝ててで、それで起きて、もうほんと買い出しめちゃめちゃ行って、武道館期間にお家のこと全くできてへんかったから買い出し行ったり、今日のご飯買ってきたりして、お風呂にゆっくり入ってご飯食べて、で SNS ね、今日こそも更新しなあかんかったから、あの新衣装の写真ね、色味とかいろいろ合わせたり加工したりして、さっき8時くらいから怒涛のペースで全部更新しましたそう、でもみんなの優しい言葉に甘えて午後はゆっくり、午前午後はゆっくりさせてもらいました。昨日はね朝から起きてお仕事やったので、そう武道館の次の日やったんやけど、なんかこんな大きなコンサートの次の日にお仕事あるのが久しぶりやったから、そうでも普通に冷静になんかコンサート終わったって切り替えみたいな感じやったから、そうで今日ほんまに今日に全部来た寝た、寝る時間とか、明日もね朝からお仕事なので頑張ります。ありがたいですね、いっぱいお仕事させていただけるの。疲れは溜まってなかった、疲れは溜まってなかったんかな、まあ、どうなんやろ。でも今回結構、いや精神的に来てたか去年がきっとやられすぎてて、精神的にも身体的にももうやられすぎてたから、今年はマシって思えたけど、今年も十分やられてた気がする。楽しかったけどね、武道館素
ステージに立ってる時間めちゃめちゃ楽しかったけど、やっぱ本番前の自分へのピリつきえぐかったなんか手の震えが止まらなくなって、本番前にわあ自分にめちゃめちゃピリついてるなと思いながら生きてた。え、ひなのちゃん卒業すんの？え、卒業発表したん？え、知らんかった。ここに乗ってんの？え、ほんまや。知らんかった。え、そうなんや。知らんかった。今日 SNS 見てなかったん。自分の SNS 更新するあれだけで休みやったから。そうやったんや。1月中か、早いね。知らへんかった。ずんちゃん見てると思ってた。見てなかった、ごめん。触れずに行くスタイルかと思った。え、触れるよ全然。どういうこと？そう、お休みはね、いつもあんまり SNS 見てなくて。そうなんや。え、びっくり。え、しない。え、そうなんや。そっか。そっか。なんかひななちゃんとはたくさん思い出があるからね、寂しいね。劇場公演を支えてくれていたメンバーが卒業していくから寂しい。そうなんよ。知らへん。10年か。10年もすごい。え、ひななちゃん、ま、毎回卒業するメンバーに言うけどさ、言っちゃうけど、ひななちゃんがいない AKB ってどうなんねやろ。たくさんの役をさ引き受けてくれたり明るくしてくれたりしてくれて出たのがひななちゃんやから。え、なんか AKB ってどうなっていくんやろって思う。どんな AKB になっていくんやろうね。ねえ、寂しい。
油断してたとかそういうこれではないけど、さあまあでもチーム性ってなんかやっぱめっちゃ大事やったなって思う。多分なんか数ヶ月後とかにチーム性をなくして AKB 成長したねって思えることが起きると思うって、起きるかもしれへんし、なんか納得できるようなことがあるかも知れへんけど、なんかコンサートをやってみても思ったけど、チーム性がなんかないとなんか難しいよね、ユニット決めとか。そのコンサートのセトリ決めとかも結構難しいと思う、チーム性がなくなったから。どういうさセットリストにするかがやっぱ難しいそうやなってミヨンさんとかとの話を聞いて思ってた。なんか多分きっとチーム性をなくしたことでいいことが起きる、いいことっていうかよかったねって思えることがあるかもしれへんけど、それまでの間が苦しいよね。そうだからきっと成長につながるというか AKB がいい方向に行く出来事でもあるかもしれへんねんけど、やっぱなんかチーム性ないとあれやし、結局さチーム性で裏では分けてるからなくした意味あったんかなって思うけど、まあ、きっと AKB がいい方向に行くための準備というか出来事やから受け入れようって思って今は生きてるね。なんかその文句とか悲観してるわけではないけどね、チームの良さを感じたよね。わかる？このコメント。新公演どんな感じになるのかな、分からへん、まだ何も聞いてないのとまだ何も決まってないっぽいかも。地震？地震来た？大丈夫？分からんかった。大丈夫？みんな、揺れた？大丈夫？分からんかった。大丈夫？分からんかった、分からなかったよ。でもさ今回なんかくじ引き制度とかじゃんけん大会めっちゃ良かったな、なんか楽しかった。まあAKB らしさが出ててよかった。もうね、サホさんの1位が本当にさ、どっちが1位になっても嬉しいけど、今回サホさんがさ、じゃんけん大会が1位になってセンターでさ、チャンジュンしててもう涙がなんかブワって浮かんできた。コンサートでやったチーム春夏秋冬とオタク運動芸術は新体制には何も関係ないの？ないと思うよ。あの今回の公演のコンサートのためにそうチーム性がないからどうしようかなって振り分けたやつやった。
待ってね。オッケー。ああいうの楽しい。ね、わかる。ごめん、携帯見ちゃった。うん、高見菜さん出てきた時はびっくりした。リハも全部ミヨンさんでしてたからさ、こんなことあるって思って、叫んだ、って言った。びっくりしたね。ありがとう、ハートとか。めっちゃびっくりした。ご挨拶したかったな。今回の武道館は歌も結構練習した。ソロパートとか3人の歌わりとか2人の歌わりが多かったから、なんかちょっとバババーってなっちゃったところもあったけど、聞いてみた聞いてみた間違えた。ありがとう、ギフト。あのあれ難しかった、ひと夏の出来事の歌わりがめっちゃ難しかった。ずんちゃんの歌たくさん聴けて嬉しかったよ。歌詞覚えるの大変すぎて、ほんまに倒れるかと思った。歌詞覚えるのめっちゃ苦手やねやんか、何においても昔から。だからもう超大変。こんばんは。ずんちゃん誕生日の夜知ってた？知らんかった、初めて聞いたよ。誕生日の夜いい曲やったね。なんかエモくて最低エモくてってないねんな。浴衣の君にハッとしてたかな、君のあの木はな、帽子僕がもっと手を伸ばせたら。あ、あ、しゃあなかったよ。うん、私ユニット曲も初めて聞いた。4人ユニットの祈りはどんな未来も幸せに変える。祈りどんな、ん、違う、祈りは、あ、てか、どんな未来も幸せに変える。生きていればいろいろあるよ、雨だって降るさ。
ずんちゃんがソロ弾いてたら何の曲やってた？え、分からへん。なんなんやろな。でも3日目は2018年以降の曲でやってたから、王道な一人の可愛い曲はできひんかったから。でも可愛い曲やってたと思う。ピンクのお洋服着て。ね、あずきちゃん可愛かったね。あずきちゃん、あずきちゃん、ね、ほんまにかっこよかった。リハで初めて見た時に、リハーサルの時にもう悲鳴を着た、みんなで、あーみたいな、あんな踊れんのみたいな。なんかやっぱまだこう一人一人のこのこういうのが得意ですとかは知らなかったから、見た時にあずきちゃんってあんな踊れんねんやってみんなで話してた。あんなにさ顔可愛くてさ、キュンってしてんのにね、ほんまに逸材すごかった。ほんまにユニットも良かったけど、それよりくじ引きしてる光景が甘いくじ引きしてる光景さ流れてたよね、映像。私も見たね、18期ちゃんってあんなダンスできんの。ずんちゃんはくじ運がいい方かな。いや、そんな良くないと思う。いつもくじ運悪いで。あとね、じゃんけんもすごい弱いそうけど、引き強かったよね今回。あんま欲がなかったからかな。なんか何でもいいと思っててじゃんけんも別にそう勝ちたいみたいなのあんまなくて、この今の場をめっちゃ楽しもうと思ってたから、あんまりなんかこうがいいとかもなかったからかな。でもくじ引きの時には16人来て、これ絶対最初でめっちゃ喜んだら絶対おもろいって思ってって言ってたら、ほんまに4人やったそう、面白いよな。無欲の方がさ、いいんかな、くじ運。プラカード間違えてて寝たかと思ったやっていや、あんなさ大きい舞台でさ、ステージでさ、あんな大事な全員オルバで絶対するわけなくない？気持ち的にも人的にも合っててん。そうで、私は聞いて、私はね合ってたの、この最初にいた場が。もうちょ一番最後に遅れて入ってもうて、撮るの遅れちゃって、でもパッて入ったところ合っててん。なんか誰かが入れてなくて、そうで、なんか多分パッて入ってきたから、どういうことと思ってってなって、あ、終わったって思いながら移動した多分みんなさ隣の人で覚えてたから、前の人っていうより隣の人で覚えてたから、そう、あ、みなみちゃんか、みなみちゃんが隣の人でずんちゃんと隣って覚えてたくて、ぽくて、みなみちゃんも最初会っててんけど、1でもなんか誰かが入っちゃっててみたいな、でバッて見て、あで、あ終わったって言ったリハーサルで3、4回したんやけど、4回くらいしたんかな、全部覚えてた。そう、ゆずちゃんや、そう、ゆずかちゃん、
そうめっちゃおもろいよな。あゆずかちゃんとめっちゃ謝ってくれてんけど、最終的に面白かったし、そう、もうそんななんか世界大会に出場してるわけでもないから、全然あれはあれで面白かったし、研究生のゆいちゃんもね間違えてたから、ゆいちゃん一人になったらめっちゃ怖いやん、ああいう場って入りたてやったらマジでやってもうたってなるから、でも16期がおったらいいかなと思ってよかった。そう最終的には良かったけど、めっちゃ面白かったあの瞬間。でもさ、私が失敗するからさ、絶対さネタやと思われると思って、ずんちゃんおもろいと思ってやってるとかさ、あれはわざとやって言うけどさ、あんなんてかいつもわざとでやってるわけないんやんか。だからわざとっていうのやめてわざとって言ってる人が一番悪い今回のプラカードで。分かった？そうだよみんな。ちょっとさ連絡返していい？またずれるメガネしてる。ちょっと待って、ね、まさかこんな日が来るなんて思わなかった。あしゃかわいい、嬉しい。潜在写真かわいい。そう、わざとやってるときは超ニヤニヤしてるし、めちゃめちゃわかりやすいふりしてるから大丈夫あ、ねえ、なんかさ武道館のさ、リクアワかなのさ、あの彼女になれますかめっちゃいいさところ抜かれてなかったカメラ見た？誰か。あとエリーちゃんがさ、スカヒラのソロめっちゃ褒めてくれた。めっちゃ歌うまかったし、めっちゃ漏れてたって言ってくれて、優しくない？エリーぴゃん。え、ね、彼女になれますかさ、すごいいいとこを抜かれてた。よかった。なんかリハ通りにカメラ割りがあんまりいってるところがなかったから、そうリハーサルでもらった動画見てどこ抜かれるかなって思ってて、一応ソロで抜かれるところカメラ見てんけど、そう、あそこはバッチリやった。カメラになれますかってスカヒラスカヒラもよかった、ソロ抜かれて。何もかも捨てて愛に向かうよ、恋をするたび。そう、あそこのカメラ割りはリハ通りやったからめっちゃ嬉しかった。
あら、ハートいっぱいありがとう。今日はね、10時半くらいまでやろうかな。10時半過ぎくらい。もう夜ご飯食べたよ。お鍋作って野菜茹でてポン酢つけて玄米食べた。メカメ釣れてる。あ、そう、ずーちゃん、ずーちゃん、私がサコ夢見って言ってた理由、最近聞いたよねがきっかけ。そう、サコ夢見とさえちゃんか、18期ちゃんはね、同じチームやったから。そう、だからそこでゆめみちゃんの、ゆめみちゃんと初めて話して、で、え、めっちゃこの子かわいいってなって、めっちゃ変な子って思ってあの悪い意味の変じゃなくて、なんか愛おしさと面白さが掛け合わさってる、ちょっと変わった天然って感じの、すっごいそれが面白い、ゆめみちゃんと思って、さこゆめみバイバイって言ったりしてる最近。さこゆめみお疲れって、さこゆめみって言ってるよ。ゆめみちゃんって呼んだり、さこゆめみって、最近でもさこゆめみって呼んだら周りの人がめっちゃ笑ってるまたフルネームで呼んでるって言われた。嫌じゃないかな、ゆめみちゃん、かわいいの。さこゆめみーって呼ぶの。さこゆめみーじゃない、さこゆめみーって。そう、みんなはゆめみーって呼んであげて、私だけ呼べるの、さこゆめみーって。そう、さえちゃんもね同じで、さえちゃんはさえちゃんって呼んでる。ほっ、本当に真面目本当に真面目でいい子やった、さえちゃん。なんか、なんか上下関係がしっかりしてる、めっちゃ厳しい部活の後輩みたいなそうって感じ。もっとふわってゆっくり、なんていうかな、もうちょっと柔らかく考えても大丈夫だよって言いたくなるくらい、もう真面目、いい子やなと思う。いや、なんかね、ふんわりしてるんやけど、喋り方とかも可愛くて、おしとやか、お上品、品がある感じやねんけど、ガッチガチやったそう、上下関係ガッチガチ、工業高強豪校の後輩そう、品がある可愛い喋り方、さえちゃん。やっぱさえちゃんって真面目なんかな。そう、なんか固くこう身構えすぎて損することがない世界線にいられたらなって勝手に思っちゃう。もっと柔らかい気持ちで考えてたら申し訳ないんけど、そう、もっとフランクに話していいのにってなる。さえちゃんおはようって、おはようございますって言って。
こゆめみおはようございますって来る。元気って言った。はーいって言ってる。真逆でおもろいどっちもめっちゃ可愛いけど真逆めっちゃ真逆で可愛い。さこゆめみおはよう、おはようございます、どう練習って、やばいですって言ってた。さこゆめみはね、いつも、いやいつもではないかな、3回に2回くらいちょっと名札忘れてる可愛くないほんでガムテープにさこって書いたやつここにつけてる。この前この真ん中に貼ってた。名札また忘れたって言った。いつもは忘れないですって言われたけど、次見た時も忘れてた。さこゆめみまた忘れてるやんって言ったら、今日だけ忘れましたって言ってたいや、いつもやんってめっちゃおもろい。今は鳥に帰らされないのか。いや、そんなんしてたら怖いって。私が鳥に帰ってあげる。怖すぎ。鳥あったね名札忘れた、鳥に帰らされてたの。めっちゃおもろい待って、めっちゃおもろい。そうやん、さこゆめみよかったね、名札鳥に帰る制度なくなって。そうやん、スチューロッキー。そうやわ、研究生の時名札忘れたらさほんまに家までさ鳥に帰らされてたのほんまにやばいめっちゃおもろいねんけど。だからさ、もう私とか地獄よ。忘れたら兵庫まで帰らなあかんから、マジでマジで兵庫帰らされるから、一回も忘れたことなかった気がする。私は兵庫まで取りに帰らされると思ってたから。いや、ほんまにレッスン参加できひんかったと思う。その時ほんまに厳しすぎて。そう、多分東京行ってもいいけどレッスンは参加できひんみたいな感じだった気がする。えぐいよな、怖かった。でもさ、もっとその前の先輩たちはさ厳しい環境にいたかもやから、まだ私たちは緩い方なのかも。だけど確かにほんまに鳥に帰ってたメンバーおった。名札めっちゃ遠いところやった気がする。そう、怖いよな。ずんちゃんの頃は強豪校みたいに厳しかった厳しかった。そう、でも私は最低だった。もう今告白しちゃうけど、初告白、私は最低だった。まつげパーマとかコンタクトもあかんかってん、カラコンとか。研究生その当時ね、そう、先輩に話しかけたらあかんとか、そういうルールが結構あったんやけど、そうけどカラコンもつけてたし、まつばもしてたし、先輩にめっちゃ話しかけてたもう最低よな私って。そうそう、でも最初らへんはコンタクトちゃんとつけてなかったよそう、最後のね半年くらいカラコンつけてた。まつげパーマもめっちゃしてた。毎月行ってた。初告白、7年目の初告白ね。そう、先輩にもめっちゃ話しかけてた。ゆいりさんとかなあちゃんに。炎上するこれって。そうっていう、
これさ、今になって暴露できることみたいなさ企画あったらこれ言おう。だからみんな聞いてないことにしといて。またどっかで話すと思うけど、初めて聞いたふりとかしといて。やばいよな、ほんまに。なんか一番せこいと思う、そういうのさ全くしないですよみたいな感じ出してるのにめっちゃしてるっていう、ほんまに最悪よな。どっかで話そう。初めて聞いたくりして。ずんちゃんの話ってほんまおもろいやって嬉しい。この前スカートぶっ飛んだ話もさ、武道館の帰りにモカちゃんと17期ちゃんのね、モカちゃんとソラちゃん、ホテイモカちゃんと山崎ソラちゃんが一緒にバス隣で帰りで、そうね、もう疲れてるのにさ話付き合わせるの申し訳ないなって思いながら話してくれて、帰り道に。そう、なんか昨日なんか X でツイートしてたやつめっちゃおもろかったんですけどって言われて、そうみたいな、スカート飛んでいってみたいな、めっちゃ笑ってくれた。優しくない？ソラちゃんも大笑いで、モカちゃんなんか涙出てた。ほんまに面白いですって言ってくれて優しかった。なんか今回のリハーサル期間で17期ちゃんも18期ちゃんもなんかすごい喋りやすくて、なんかいっぱい距離縮まって嬉しかったな。だからさ、さえちゃんとも、新井さえちゃんともさ、その運動会のさ今日放送されるテレ東さんのさ、仲良くなったと思って次の日さ、おはようって言った、おはようございますって言われたから、一日一時で魔法解けてもうたってなった。そう、魔法リセットされてた。人見知りなんかな。みたいな、あのさ、さこゆめみはなんか、あーみたいな、おはようございますって言って、あーさこゆめみおはようって、元気とか言ったけど、さえちゃんおはようって言ったら、おはようございます。そう、しっかりしてる子やと思って抱きしめたくなった。可愛かったね、あれ。野菜シスターズのトマトめっちゃ似合ってた。てか髪切って正解よな、可愛い。そう、その二人が対局すぎて面白かった。あの、そう、今日のテレ東の最近聞いたよね、もうほんまにおもろかった。二人の話とか聞いてたり、二人が話してんねんけどめっちゃおもろい。もうしっかりしてるさえちゃんとゆるゆるさこゆめみが、そのペアがおもろくて、さえちゃん、さえちゃんゆめみ大変って思って、さえちゃんが面倒見てた、さこゆめみの。どっちも可愛かったね。え、さえちゃんこの前もコンサートね、あの自分のあのカップリング曲のために駆けつけてくれて、えらい、ずっと裏で待機してて、えらい、えらいよって感じで距離が縮まりましたね。19期ちゃん、そうや、明日ツイートしよう。19期ちゃん募集中ですって。そうやん、そうやん、19期ちゃんも、あら、いっぱい
ハートありがとう。19来ちゃうね。URL はどこへ？これや。わあすごい懐かしい。このピンクと白のさ、これで応募したわ。応募したろかな。それはさすがに怒られる。ていうかこれの時点で無理やん。2003年からやった。間違えた。え？もう応募できひんやん。2000年の私。ああ、応募できないじゃん。アイドルになってよかった。今5時審査まであんの？すごいな。あ、面談ね。歌唱ダンス最終審査。すごいじゃん。応募残りしとこ。ちゃんとね。オッケー。オーディションの時観光した。オーディションな観光したかな。いや知ってない気がする。なんか東京全く知らんから怖くて早めにそのオーディション会場の駅まで行って。ファミレスで時間潰してオーディション受けてそのまますぐ帰った夜行バスで。ずんちゃんの知り合いとか誰かいないの？なんかさ地元の友達とか受けてたらめっちゃおもろいよな。おらんな。オーディションはここがロドスだ、ここで飛べ歌った気がする。ロドス歌った気がする。全然覚えてないねんけど、ロドスを歌った気がする。エリーちゃん YouTube で男だったらズンちゃんと結婚したいって言ってた。嘘。どこで言ってたん？どのチャンネル？どのチャンネルじゃない？どんどん動画？かわいいな。TikTok のすずはちゃんのショールームの切り抜きできて応援したくなりました。嬉しい。ありがとう。オーディション何時審査まであったかな？なんか最終審査受けて合格かと思ったら。あのなんか仮研究生期間がありますってなって、学士ってなった。合格ちゃうかいってなったよ。嬉しいねエリーちゃん。結婚するなら私って言ってくれてんの可愛い。仮研究生制度があった。
ね、オーディション期間の時とか初期のことあんま覚えてないねんけど、あ、そう、セレクションか、仮研究生じゃない、ごめん、セレクションか、セレクションやったわ、間違えた。そう、間違えた。あんま日々覚えてないこともある。なんかコンサート期間さ、差し入れめーちゃっていっぱい持って帰ってきた、お菓子が家にめーちゃある。そう、大丸さんのさ方がさ武道館見に来てくださってて、しかもさ武道館見に行きますみたいな連絡もなくてさ、そうでも見つけたから嬉しかったびっくりした、見つけた瞬間。そう、そうなの、優しくない大丸さん、お菓子までくださって。武道館終わったからって何でもかんでも食べてる、ごめんなさい。なんかこれはラスクのお菓子、めっちゃ好きやねんこのラスクのお菓子。こんなさ、お菓子食べながら、19期生の皆さんお待ちしておりますって、ほんまにアイドルじゃなくてごめんうん、このお菓子おいしい、これこれ大好きやね。ラスク大好き。あのさ、配信画面からいなくなりすぎよね。しっかりして私。美味しいよねラスク、大好きなの。同じの買おうかねって、うん、買い、めっちゃ美味しいこれ。ホワイトチョコかかってるやつ好き。あ、それもいただいた。それも食べる。ラスクだったら永遠に食べられる？うん、無理無理。ずんちゃん家でもストローで飲んでる？なんかこれストロー入ってるからストローで飲んでるけど、コップで飲むときもあればそのまま飲むときもある。
理。ちょっとね、年を重ねてから甘いものはいっぱい食べられなくなりました。はい、なんかやっぱ眼鏡ずれてるよね。なんでこれ左の耳がちっちゃいから。そっかー、やってかわいい、ごめん。ちょっと冷たかった返事。そっかーって言われた。今日メガネずれすぎてる、勘弁してほしい。あのさ、メガネずれすぎかも、勘弁して。多分左の耳が小さいからやんな。勘弁してほしいわ。今日のテレ東さん起きられそうやか、見よう。あのメガネずれすぎやって言ってるよね、みんな。太陽は何度も夢を見る。にゃ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 。ほんまや、ショールームもあーしゃ変わってるわ。あのさ、ずれすぎだよね、しっかりして。体育祭大変やった、大変やったよ。なんかね、ほんまに大変やった。なんでこれメガネのさ、なんやろこれ、何が、まあ、いっか。などなった。待って、ずれていくね、見てて。
もうなんで多分さ、さっきベタベタにスキンケアしたからさ、滑りやすいやと思う。こうしよう。なんか上品に見えへん？メガネこう支えながら喋った。上品、上品女の誕生。なんでやねん。鼻が小さいからこんなにずれんの。もうてかさ、メガネこうした時点でもう右に上がってるよな。なんで？なんやねんこのメガネ。とは思ってない、普通に。めっちゃいいメガネ。これしかもメガネ屋さんのメガネじゃないよ、これ。なんかおしゃれメガネ。でもさ、そんなもんずれへんくなった？そんなずれへんくなった。そう、どんなしメガネ。そう、お洋服屋さんとかに売ってるやつ。コンタクトしてるからね、今は。コンタクト外したらほんまに銅入ってるメガネする。もうメガネにしか目いかんやん、みんな。そう、ドイリーメガネはずれないよ。うん、視力悪い。悪いんかな。視力ってどんくらいが悪いん？明日は何時間寝る？明日はでも朝からお仕事やからそんな寝へん。ちょっと待って、お母さんから連絡来てる。すぐ返信してあげないと。あ、ごめん、配信中やんってきた。何って送ろう。
母さんの配信見てる、メールも読んでる。冷た。親子ってこういうもんやろ。後でまたやって。なんやねん。要件は何？何について？ってしとこうか。OK。気になるよね。さっきジンジンとの YouTube 見てた。ズンちゃん可愛かった。嬉しい。あ、え、そうなんや。オッケー、大興奮変身しちゃった。興味がたくさんある要件でした。こんばんは、こんばんは。あのさ、みんな11月もさ、たくさん会えるよ。もしあの東京とかに住んでない方、11月23日は静岡でイベントで、11月26日は鳥取でイベントします。すごくない？こんな短期間に他の県に行くの久々。静岡は鳥取もかな、撮影タイムも OK なので、もし素敵カメラを持っている方がいらっしゃったら撮ってほしいな。今回も素敵な写真、武道館撮ってくださった方がいっぱいいて、また載せるね。汚くてごめんなさい。そうで、もし持ってなかったら肉眼で目に焼き付けて、うちわとかさ、もし お荷物にならなければ持ってきて。いいよ、スマホでも撮りな。めっちゃブーブー言ってる。多分お母さんから返信来てる。めっちゃビジュアル整えていくわ。気になさらず。撮影は望遠レンズ必要。え、だから必要かな。楽しみ。来てくださる方いる？そう、コンサートの時よりも落ち着いて撮れると思います。静岡のイベントはめっちゃポーズするわ、カメラ向けてくれたら。それ以外の時間はいっぱい手振るね。鳥取も楽しみやな。どんなイベントなんかまだ分からへんけどね。レミちゃんのね、出身地なので。分からへんけど、カメラのこと撮ってくれて送ってくださったらいっぱい使います。ちょっといただいた写真、いつもお肌修正したりしてごめんね。ちょっとだけニキビ消したりしてるけど、ごめんね。やだったらごめんね、撮った写真。もし
嫌じゃない？鳥取にご縁があるよね。なんかよく行くイメージある、最近。もはや原画渡して編集だけお願いしたい。いつもしちゃってる。ごめん。あ、そうやそうや、カメムシ取ったの鳥取や。X より DM で送る方がいいの？いや、あの、ツイッターに載せてくれてるのもありがたいし、でもそれ以上にいっぱい、あの、あるなら、あの、インスタの DM で送ってくださったら保存できます。その厳選してその撮った人が可愛いと思ったものを載せてくれるの嬉しい、ツイッターとか。もしもっといっぱいあんねんなと思ったら、あの、 DM で送ってくださったら厳選して使わせていただきます。そう、嬉しい。その撮影たいものを撮影してもらった動画とか写真好きやから、いつもツイッターも保存してるよ。ねえ、楽しみ。鳥取県ってどうやって行くんやったっけ？飛行機？かな。こんばんは。こんばんは。飛行機か。そういえば飛行機で行ったな、前の鳥取も。お母さんも楽しみにしていますやって、みんなの写真。鳥取も静岡も。美味しいもの食べられるかね。美味しいもの食べたいな。鳥取は何があるんやろ。でもなしよな。カニとか。移動はひたすら寝てそうなイメージ。移動全部使って寝てる、いつも。移動時間マックス使って寝てるで。素敵な写真を載せてくださりありがとう。だってあの頃はまだ。静岡は爽やかハンバーグ。なんか静岡よく行くけど爽やか食べたことないな。なんでも美味しい。なんでも美味しい。ずんちゃんファンサーいっぱいしてないやって。うん、いっぱい手振るわ。今月は握手会もあるしな、めっちゃ楽しみ。握手会、え、爽やかのうまさはガチ、やっぱ美味しいんや。鳥取にスタミナ納豆っていう。え、何それ。納豆好きやで私。え、何これ、美味しそう。あ、
ニンニク入ってんのか。ニンニクね、あんまり食べられなくて、お口に匂いが残るのがすごい苦手やねん。ニンニク好き。ニンニク食べたことないねんけど、その丸ごととかニンニク味の何かとかあんま食べへんねんけど、美味しくて好きやねんけど、口に匂いが残るのがすごいあれやから、そう、爽やか未経験やで。そうなんや。だからネギとかも好きやねんけど、玉ねぎとかもなんかね、口に匂いが残るのが、その日誰にも会わんかったらいい。うん、ニンニク、こう、あのさ、これで食べる人おるやん、このこれ、それほんまにびっくりする。食べたことないねん、まだ。そう、そうなの。あ、10時36分じゃあ順位発表しようかな。13位、 YP アットマーク、あ、ごめんね、 YP アットマーク台湾さん、おおきに。12位、マー君、おおきに。11位、グワシさん、おおきに。10位、ドラドラさん、おおきに。9位、山根地方ずんちゃん大好きさん、おおきに。8位、タモちゃん、おおきに。7位、シュウちゃん、おおきに。6位、マルさん、おおきに。5位、タレさん、おおきに。4位、マロさん、おおきに。3位、キラキラ落ちりばめよう鈴葉超絶おしオレンジアットマークズンチャンズさん、おおきに。2位、パンダ丸アットマークチーム4さん、おおきに。そして1位はカズくんです、おおきに。毎度おおきに。おおきに。カズくん1位おめでとう。そしてたくさんのギフトもありがとう。これ投げてくれてんのやっぱ見えてた。ハロウィンもハートもくれてたね、ありがとう。そしてたくさんのキラキラとかコメントもありがとう。楽しかった。また明日かな、もしお仕事が早く終われば配信します。明日はメイクしてると思う。あ、配信できんかったごめんねっていう感じで、今から洗濯物を畳みつつなんかダラダラしようかなって思います。じゃあみんなおやすみ、バイバイ。またね、バイバイ。